え皆さんこんにちは、えー、令和2年度民法過去問から考える再建法の最終確認というお話をさせていただきます担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹ですえ皆さん司法試験予備試験まであと少しですねでこの最後の追い込みに参考になるようにですねちょっと昨年の担当過去問題材にぜひね民法の再建法で確認してほしい点いや考え方条文 なんかをでお、ね、お伝えしたいと思っておりますで早速なんですけどまず過去問の第23問これで見ていきましょうあの写しながらいきますし手元に欲しいなって方はですね、えー、過去問、まあ法務省のホームページにあるので、えー、これ是非ダウンロードして一緒に見ていってくださいで第23問こう書いてる AB 課、えー、において A の所有する中古の時計の口の売買契約が締結された場合について述べたものから正しいものを選べって問題ですあ 売買契約において A が公を引き渡した日から1か月後に B が代金を支払うことが定められていた場合であっても A および B の債務の履行後に第三者 C の詐欺を理由として契約が取り消された時の双方の現状回復義務は同時履行の関係に立ついかがですかまあやったことある人は分かってるかもしれないけどこれ別に結論を暗記する問題じゃないですよ。 これ問題なく丸なんです。で、この思考の働稼せ方っていうのがすごく大事なんで説明していきますね。まず、第三者置いときましょう。普通の詐欺取り消し。普通の詐欺取り消しが起こって、まあ契約の巻き戻しみたいな感じで、双方の履行義務生まれますよね。それは同時履行関係というのはいいはずです。じゃあ、第三者による詐欺の場合はこれも同時履行関係です。あの、二つ考え方があって、どっちのアプローチでもいいです。まずね、 条文を引きましょう96条,2項96条1項の特則として96条2項があるわけで96条2項は相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知りまたは知ることができたときに限りその意思表示を取り消すことができると書いてある。つまり 96条2項っていうのは条文構造上ね96条1項の詐欺取り消しを第三者による場合は一定の場合に制限した規定なんだ。ということはですよ96条2項みたいな場合でも効果はただの詐欺取り消しただの詐欺取り消しだから当然履履行行のね巻き戻しは同時関係これ一つ目の考え方ねで。でもちろん両立するんだけど二つ目の考え方はこれ。 C さん保護必要あります C さんの保護必要ないですよね相手方は C さんが詐欺をして相手方が困るんじゃないかでも相手方知ってるんですよね悪意なんですよね保護する必要ないだから別にね普通に詐欺取り消し認めて同時履行でいいそういう感じですじゃあ次いこれ条文の確認、えー、売買契約の締結時に 公が D の住所に存在していたときであっても引き渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り公の引き渡し場所は B の現在の住所であるはい×これもね絶対知らなきゃいけない条文484条1項ですこれ見てくださいえ弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは特定物の引き渡しは債権発生のときにその物が存在した場所債権発生時にその物が存在した場所になります でその便宜のは債権者の現在の住所においてそれぞれしなければならない、まあ、民法のね論文の当てはめでちょろっと出てくる可能性もあるし担当では品質ですあと民訴この義務の履行地って裁判管轄取れますよねその義務の履行地に484条1個使うのがよくありますのでこれぜひ押さえておいてくださいえ結果としてね484条1個と民訴を使って債権者の現在の住所で管轄が取れることが多い そういうい話もあります確認しといてくださいじゃあ次「う」AB が E との間で売買契約における飼い主たる地位を E に譲渡する旨の合意をした場合 A の承諾の主にかかわらず飼い主たる地位は E に移転するなわけないですよね契約の地位の譲渡っていうのは相手方に重大な影響を与えるから相手方の同意が必要 でこれ拒否きませんけど改正民法改正で539-2という条文で明文化されたけれど改正前と結論は変わりませんじゃあえこれ分かんなかった人いるかもしれない私もね現場だと「はてな」ってつけますえ売買契約において契約の締結時には出請していなかった F に公の所有権を取得されることが定められた場合売買契約は無効であるえこれ現場で判断しなくていい選択肢ですただ もし、ね、この絵がキーの選択肢要するにこれの丸×分かんないと解けないって問題の場合は交換で書いていきましょうあの停止条件付き売買って考えると別にね不都合なさそうですよねだって結局出生、ね、残念ながら出生してこなかった場合は停止条件が発動しないって考えれば無効とするまではないからということで、えー、まあ有効なんじゃないか×と判断しましょうただ分かんなくてもいいです でおこれは条文知識、えー、売買契約において第三者に G に公の所有権を取得させることが定められ G の受益の意思表示がされた後 A が公の引き渡しを遅滞した場合は B は G の承諾を得なければ売買契約を解除することができない、まあ、第三者のためにする契約でちょっとマニアックなんだけど538条2項1項から見ましょう。 全条,条の規定により第三者の権利が発生した後は当事者はこれを変更しまたは消滅させることができない2項全条の規定により第三者の権利が発生した後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には同条代行の契約の相手方はその第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないまあこの規定の適用ということです。民法は、ね、条文で解けるところは、ね、本当に、 取らないともったいないので、ぜひね、試験直前まで条文詰め込んでおいてください。で、次の問題は若干ね、論文も関わってきます。次は15問を取り上げたいと思います。え、A と B は、A が所有する骨董品行を B に100万円で売却するめの売買契約を締結した。正しいものを選ぶですね。で、A、売買契約の締結後、B が代金100万円を支払ったが、 引き渡し期日前に A が B に対して公を引き渡すつもりは全くないと告げ B の働きかけにもかかわらず本意しない時は B は引き渡し期日の到来を待つことなく A に対し債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる。あの民法改正が起こって債権法はたくさん条文が入りました。 結果として条文の当てはめで解ける論文のの問問題題もも担当の問題も増えてきます実はこの問題すごくいい問題で条文の当てはめをこれ知ることができる問題ですプラスこんな条文操作ね論文にも十分出る可能性あるんですねなので確認していきます415条ですもう何度も見たと思いますけどこれの2項です 店舗賠償をいつ請求できるか全項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において債権者は次に掲げるときは債務の履行に代わる損害賠償を請求をすることができる1号債務の履行が不能であるとき2号これですね今回債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき3号 債務が契約によって生じたものである場合においてその契約が解除されまた債務の不履行による契約の解除権が発生したとき店舗賠償ができるとき1号、2号、3号のこの当てはめしっかりできるようにしておいてくださいで当てはめの前提としてやっぱり条文を知っておくそれが重要です。では次、e えー、売買契約の締結の前日に公が消失していた時は当該売買契約は効力を生じた原始的不能ってやつでしたね再権法改正前は無効説が通説だったんですけど再権法改正後は有効説が通説ですので,はになりますでここで大事なことはいいですか少なくとも担当まあ論文もそうなんだけど民法でマニアックな説は取らない これ一応再建法改正後も有効って説はありますよでもすごくマニアックですあ違う違う無効って説はありますよ再建法改正でも原始的不能の契約は無効説はあるんだけどものすごいマニアックやっぱりこれ有効説ってメジャーな説で考えていきましょうじゃあ次う売買契約の締結後 B が代金100万円を支払ったが A が公を B に引き渡す前に公が B の責めに期すべき自由により消失した場合において A が公の消失による損害を添付するために支払われる損害保険金70万円を得た時は B は A に対し70万円の支払いを請求することができるでこれねややこしかったら図を書きましょう公が A のトゥムトゥにあって で債権債務関係でいうと B が A に引き渡しを請求する権利がある A は B に代金払えということができるただ今回 B さんのせいで B 悪いって書きましょうあっさりこれが履行不能になった でこの場合の関係、ちょっと厳密に見ておくと、引き渡せって債権は、A はこれ、履行不能の抗弁で拒絶できる、ちょっと大事な当てはめなんで、当たり前の人は当たり前かもしれないけど、確認しておきます履行不能の拒絶は412条の2ですね。 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である時は債権者はその債務の履行を請求することができない。でこの不能引き渡せって不能の債務を中心に考えるとこの不能になった引き渡せ債務の債権者が悪い場合だから。 これ危険負担の債権者主義になりますねじゃあどういうことになるかというと条文引きましょう536条2項これ債権者の責めに期すべき自由によって債務を履行することができなくなった時は債権者は反対給付の履行を拒むことができないなのでこの代金払えは B が拒めない ここれはできなないことになります536条2項債権法改正前から民法を勉強やってる方気をつけてくださいねこれ引き渡せっていう請求権も代金払えっていう債権も解除をしない限りは消えませんただ履行拒絶ができたり拒絶ができなかったりそういう問題になるわけですで今回はこの536条2項の正し書き <laughs> この場合において債務者は事故の債務を免れたことによって利益を得た時はこれを債権者に償還しなければならないこれが問題になっているんですねなので A さんは代金も得てしかもこれは火災保険金70万円も得ている20ドりですよねだからこの70万円は B に渡さなきゃいけないということで今回は536条2項たし書きの問題でした正し書きで70万は返す この辺りの処理も、ね、しっかりしてくださいね。よろしいでしょうか。で、ちょっと条文確認なんですけど、これに絡めた代償請求権、これ422条の2もありますね、こっちも見ておきましょう。 えー、債務者がその債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得した時は債権者はその受けた損害の額の限度において債務者に対しその権利の移転または利益の償還を請求することができる、まあ、こんな権利もあります。で5362個ただし書きこっちで適用できる場合はこっちで考えてその他の場合はね422条とか422条の2度かを考えていく。 422条の2ってねちょっと口頭で申し上げると債務者に奇跡性がないときに特に使うんですよ債務者に奇跡性がない場合は債権者は債務不履行の損害賠償請求ができないにもかかわらず債務者が儲かっている場合は422条の2で債権者は債務者に請求ができるこれ覚えておいてくださいよ債務者に奇跡性がない場合に422条の2っていうのが生きてきます ついでにその右側422条損害賠償による代位です債権、えー、者が損害賠償としてその債権の目的である物または権利の価格の全部の支払いを受けたときは債務者はその物または権利について当然に債権者に対する、まあ、こんな規定もありますじゃあ次ね、えー、A です売買契約の締結後 A が公を B に引き渡す前に公が第三者の失火により消失した時は B の代金支払い債務は当然に消滅する、はい、これねもう書きませんけど履行請求権も代金支払い請求権も両方残りますあの解除しない限り残りますで履行請求権は履行不能だから拒めれるで代金支払い請求権は 今回、どっちも悪くない。債権者も債務者も悪くないから、536条1項で代金支払い請求も拒める。ということで、当然に証明するという部分が間違いです。536条1項をご覧ください。当事者双方の責めに帰することができない自由によって、債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。まあ、そういった規定です。で、最後ですね。 A が引き渡し期日に甲の引き渡しの提供をしたところ B が正当,な正当なく理由なく受領を拒絶したため A のもとで甲を保管中に A の重過失により甲が滅出した時は B は代金の支払いを拒むことができないこれ難しかったんじゃないでしょうかでこれねむちゃくちゃ重要なんで少し図を書いてお話をしておきます。 これ特に、ね、今回、確認してほしいものの一つです。で引き渡せって言ったんだけど引き渡せっていう債務があって A が履行の提供をしたんだけど B が受領拒絶をした、だからこれ、受領地帯になっているわけですね。 で受領地帯中にこれが名出したんだけど実は A にも重過質がありましたでこれなんですけど413条をご覧ください。 債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合においてその債務の目的が特定物の引き渡しであるきは債務者は履行の提供をした時からその引き渡しをするまで事故の財産に対するのと同一の注意を持ってその物を保存すれば足りる事故の,の財産に対するのと同一の注意義務にあります事業地帯に陥っていることは A の管理義務注意義務がけ提言され A は 濃い住家室しか責任を負わないと同義なんですね、これ。これが413条1項なんですが、しかし、A は重過失あるから、普通に債務不履行責任を負います。 だから、ね、この引き渡せはもう履行不能で拒絶できるけど B は A に損害賠償請求できますね。一方で A は B に代金支払い請求権があります。 B さんがなんでこの代金支払いを拒むことができるか結論は拒むことができるんですけどこれ危険負担の条文見ても出てきませんなぜかというと今回債務者が悪い債務不履行だから債務不履行の場合危険負担の処理できないんですねじゃあ何ができるかっていうとこの代金支払いと損害賠償って同時履行ですよね533条を見てください 総務契約の当事者の一方は相手方がその債務の履行債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行含むを提供するまでは事故の債務の履行を拒むことができるただし相手方の債務が弁済金にないときはこの限りでないつまり A がお金払えって言っていたときに引き渡すか損害賠償と同時履行だって B は言うことができる結果としてこれ拒めますよね損害賠償を払うまでは拒めるなのでこれらがこれ同時履行なんですね これポイントで結構勘違いされてる方が多いので注意してくださいだから拒むことができますよろしいでしょうか特に O の選択肢ねぜひ理解してほしいところですじゃあ次ね第16問いきましょうこれもねパッパッパッといきます <laughs> A はその債権者を害することを知りながら所有する骨董品 B を、えー 公を,を B に贈与しその際 B も公の贈与が A の債権者を害することを知っていたで債権者 C の差外行為取消し権で正しいものを選べで A、C が差外行為取消し証を提起する場合 A を被告としてなければならない違いますよね債務者は被告にできないなので百424の7ですまあ後で見ておいてくださいで E、B が公の贈与が A の債権者は害することを知っていた D に、こを売却し引き渡した場合 C は D に対し BD 間のこの売買の取り消しを請求することができる、はい、これもね、すごく基本なんで勘違いしないでいただきたいんですがもちろんね、直前期なんで知ってるよという方はもう確認留とどめといてくださいね。この問題は O の選択肢を実はやりたいんです。 これ、差害行為取り消しを D にやればいい。でも、あくまで、ここの取り消しと物の変換ね。ここの取り消しと物の変換を請求する。変換または代償請求ね。契約を取り消すのはあくまで AB 間っていうのを忘れないでください。条文は、424の5、424の6あたりになります。いいでしょうか。 なので逆に言うと「う」が正解「う」AB が「公の贈与が A の債権者を害することを知っていた D に公を売却し引き渡した場合 C は B に対し AB 間の公の贈与の取り消しを請求することができるこれは丸になりますで A も丸、えー、c による差外行為取り消し請求を任用する確定判決の効力は A のすべての債権者に対してもその効力を要するでね、えー、と A も丸 a は425条425で「お」 これぜひね知ってほしいんです B がこれが一番大事この問題でね「公の贈与が A の債権者を害することを知っていた D に公を売却し引き渡した場合において C の D に対する差害行為取消請求を任用する判決が確定した時は D は B に対し代金の返還を請求することができる」これできないんですね結論から言うとこれね。 ここが取り消して変換しろって言われた場合はどうなるかというとここが取り消されましたで B が A にアルファ返せっていう権利がここ取り消されたら出てきたとしてね仮に差害行為取り消してここが B を被告として取り消された場合はアルファ返せって言えるで D がベータ返せって言えるパターンにおいていいですか アルファ返せをベータの限度でディーはエーに請求できますアルファ返せをベータの限度で請求できる。これがね四二五の 四一項なんですね。これがすごく勘違いしやすい条文なんで、四百二十五条の四をご覧ください。債務者がした行為が。転得者に対する。 差外行為取消請求によって取り消された時はその転得者は次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める権利を行使することができるただしその転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付またはその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価格を限度とする何言ってるかというと「ベータ返せ」を限度とするこれ上限とするよっていう。で1号 425条の2に規定する行為が取り消された場合その行為が受益者に対する差害行為取り消し請求によって取り消されたとすれば同条の規定による生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権またはその価格の償還請求権要するにここが B を被告としてここが取り消された時に α 返せって言える権利を D は A に行使できる β の限度でってことなんですね。 だからこれは D が A に対してこっちの権利行使できるのはこれアルファ返せをただ上限ベータだよタの限度で請求できるってことですただアルファは今回ゼロですよね増与だから増与でゼロなので D さんは A さんに何も言えないしそもそも O の選択肢は D は B に対して変換、ね、請求もできない 返還請求できないから逆に言うと425の41個はこんな権利を認めたんですねでなんで返還請求されないかというとここ取り消されてないからここは取り消されてるんじゃなくてここが取り消されてるから D は B に返還請求できない法律上はでもそれじゃかわいそうだから425の4って1個っていう規定があるしかしそれも今回 α が0だから D は救済されないでここで論文論点ですでも D かわいそうじゃないですかかわいそうじゃないって話もあるかもしれないけど D さんね B にお金払ってんだから何か返せって言いたいですよねこの場合にどう処理するかっていうのは実はね民法上の難問で結論が出てない通説的な見解がないんですでもしこれ現場思考の問題で出たら例えば例えば不法行為とか例えば不当利得とか何かね D は B に請求できないかをご自身の頭で考えてみてくださいこれ現場思考型の問題ですおねすごくいい問題ですこの「お」の選択肢現場思考型の問題です いいでしょうか。なのでなんで D は B に返せって言えないかここが取り消されてないからそのために425の41個があるんだけど今回のような事例では D は救済されないこれぜひ知っておいてくださいいいでしょうかじゃあ最後24問いきましょう他人の権利の売買です正しいものを選べ。A、あ。 売り主が他人の権利を取得して飼い主に移転することができない場合飼い主は契約時にその権利が売り主に属しないことを知っていたとしてもそれにより損害賠償の請求を妨げられないはい丸ですでこれね昔の民法債権法改正前は確かに悪意のものっていうのは債権者っていうのは損害賠償請求できなかったでも債権法改正後はそんな規定はないので制限する規定はないので普通に損害賠償請求ができます 561をご覧ください他人の権利かっこ権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むを売買の目的とした時は売り主はその権利を取得して飼い主に移転する義務を悪意だから損害賠償請求できないって条文はないそしてね他人物売買の飼い主っていうのは悪意であっても文字通り悪くないんですね何言ってるかというとだってね売り主がいやこれ実は他人の小さな土地なんだけど C さんから所有権を取得して必ずあなたに移転しますつまり買い付けてきますみたいな契約の時ありますよねこの場合飼い主悪意だって悪くないじゃないですか文字通りなので損害賠償請求妨げる必要はないということです今ね私が悪くないとかいろいろ言ってますけどこういったことも現場思考型の難しい問題だったらね利益考慮で使っていくんですよいいでしょうか次 売り主が他人の権利を取得して飼い主に移転することができない場合そのことについて売り主の責務に期すべき自由が存在しないときであっても飼い主は売り主に対して損害賠償請求をすることができるこれ罰ですなぜかというと他人物売買の損害賠償請求というのは今は債務不履行一般の規定に従うからです奇跡性が債務者にない場合はできませんじゃあ次「う」これね条文ただ間違う人多い 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、その権利の一部が買い主に移転されず、履行の追加が不能である場合、そのことについて買い主の責めに及すべき自由が存在しないときは、買い主は債権をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。えー、代金減額請求権五百六十三条ご覧ください。一項、えー。前条代行本文に規定する場合において、買い主が相当の期間を定めて履行の追加の債権をし その期間内に利行の追加がない時は飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。2個全項前の規定にかかわらず次に掲げる場合には飼い主は同項の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。1号利行の追加が不能である時2号売り主が利行の追加を拒絶する意思を明確に表示した時、まあ、こんな場合はいいんですね追加が不能。 で3号も見ておきましょう契約の成質または当事者の意思表示により特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において売り主が履行の追加をしないでその時期を経過した時4号全3号に掲げる場合のほか飼い主が全校の催告をしても履行の追加を受ける見込みがないことが明らかである時3代行の不適合が飼い主の責めに期すべき自由によるものであるときは 飼い主は全2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。そういうことになります。で次、えー、売り主が他人の権利を取得して飼い主に移転することができない場合、飼い主は契約時にその権利が売り主に属しないことを知っていたときは契約を解除することができない。債権法改正前は、えー、悪意の飼い主は契約の解除ができない旨の規定があったんですが、削除されました。悪意の買い主でであっても契約解除ができます そしてただ契約の解除1個だけ制限があって543債務の不履行が債権者の責めに期すべき自由によるものであるときは債権者は全2条の規定による契約の解除をすることができない確かに債権者が悪い場合はできないんですが悪意知ってるだけで悪いとは言えませんよね普通はなので知ってるだけ単純悪意だったら契約解除はできますただ奇跡性まであったらできないで最後これが ポイントですね。売り主が他人の権利を取得して飼い主に移転することができない場合飼い主は全員の売り主に対しては当該権利が他人の権利であることを知ったときから1年以内にその旨を通知しなければ損害賠償の請求をすることができないこれ、罰ですあの他人物売買には1年の期間制限ありませんで条文上の根拠は何かというとえまずね562条を見てください 追還請求権の条文ですけど引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しない562条は種類品質数量の契約不適合責任の規定で565条を見てください全3条の規定は売り主が買い主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合これ権利の契約不適合契約の内容に適合しない場合 権利の一部が他人にに属する場合において、そ,をするそして566条は売り主が種類また品質に関して契約の内容に適合しない目的物を飼い主に引き渡した場合において飼い主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時は飼い主はその不適合を理由として履行の追加の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし売り主が引き渡しの時にその不適合を知りまた重大な過失によって知らなかった時はこの限りでない。えー、ということで565条の1年の期間制限っていうのはねこれ種類と品質の不適合のみなんですよ。 種類品質の不適合は一年の制限がかかる一方権利の不適合これに適用されてないし数量の不適合にも適用されてないこれもね論文で間違えると大変ですよであと565条1個は564条で順用もなし だから権利の契約不適合には1年の期間制限がないということになりますよろしいでしょうかじゃあ民法ね再建法を中心に、まあ、4問だけ見ていきましたけどここでもね論文でも重要な条文の当てはめっていうのが出てくるわけですでやっぱり法律って最後は条文ですよねであとねもう2週間切ってるかもしれないんだけど条文中心に確認してってください担当もも、ね。論論文は、ね、ある程度論点も もうしょうがない詰め込むしかないからもうガンガン詰め込んでいきましょうでねどんどん実力って伸びてきます試験の最後でもあの1日前だって伸びますだって試験終わってないんだからやればいいですよねだどんどん伸びるんで民法なんかもね、えー、やれることやっていきましょうもうねたくさん考えちゃう人はね 手に取ったものからやりましょう今日ね、せっかくこの講義聞いたんだから、分、えー、からなかった条文を確認するところから始めてあ、この論点を思い出したいなとか、この論点を覚えてないなというのを、どんどん芋づる式に、ね、引っ張り出していきましょう。どんどんね、力が伸びますので、えー、ぜひ頑張っていきましょう。えー、それではですね、えー、令和2年度民法担当過去問から考える再掲法の最終確認、えー、これにて終了いたします。お疲れ様でした。